ホームパーティーなんて久々だわ。なんだかワクワクしてきちゃう。ヒーローにはいつもお世話になってるから、今日は私たちでヒーローをおもてなしするわ。よし、ヒーロー何食べたい？好きなもの言っていいよ。なんたって今日はヒーローの誕生日なんだからさ。ありがとう、嬉しいわ。ヒーローの好きな食べ物っていうと、季節の野菜とかかな。この時期だったら春キャベツとか。野菜。渚、大丈夫？大丈夫、食べるよ。仲間の誕生日に好き嫌いなんてかっこ悪いから。ありがとう、渚ちゃん。それじゃあ、渚ちゃんでも美味しく食べられる季節野菜の料理を教えてあげるわね。おお、いいじゃん。それじゃあ、早速食品売り場へ出発。もう、結局ヒーローに頼っちゃうのね。ベーコンと春キャベツのパスタに菜の花のキッシュ、それからアスパラガスの豚バラ巻き。うん、彩り豊かで素敵だね。そうね、それにとても美味しそうだわ。でも、お待たせ、チキンの香草焼きよ。おお、うまそう。香ばしい匂いが食欲そそる。もう、渚が喜んでどうするのよ。今日はヒーローの誕生日なのに。いいのよ、私は渚ちゃんが喜んでくれて嬉しいんだから。けど、せっかくの誕生日なのに、結局またヒーローのお世話になっちゃったね。そうね、料理もほとんどヒーローに手伝ってもらったし、いつもお世話になっているから、今日は私たちがおもてなしをって思っていたのに。気にしないで、みんなの気持ちが嬉しくって、ちょっと張り切ってお手伝いしちゃったのよ。ううん、やっぱり気にする。だから来年のヒーローの誕生日は私たちだけで用意してみせるわ。そうだね、じゃあそれまでに私も少しは料理の練習でもしておこうかな。オッケー、来年は私がチキン焼くから、楽しみにしてだよヒーロー。来年も今と同じようにみんなが一緒にいるとは限らない。だけど、うん、ヒーロー、どうしたの？うん、なんでもないの。来年が楽しみだなって思っただけ。ヒーロー、改めて誕生日おめでとう。これ3人で選んだんだ、開けてみて。これ、口紅？その色、ヒーローに似合うと思って。ヒーローの名前も入れてもらったんだよ。ほら、ここ。本当ね、私の名前が刻まれている。みんな、ありがとう。とても素敵なプレゼントだわ。ラズベリーレッド。そう、みんなは私にこういう色が似合うって思っているのね。え、嫌だった？まさか。ただあまり自分では選ばない色だから、なるほどなって思ったの。確かにヒーローってこういう強めの色は選ばないよね。でも絶対似合うと思う。私たち満場一致でこれはヒーローの色ってなったから。一番近くで私のことを見ていてくれるみんながそう言うなら間違いないわね。それじゃあ次のステージはこの口紅で気合を入れるわ。楽しみだね。女の子にこういうの送ってもらうのっていいわよね。自分が思っているのとは違う自分に気づけるもの。いつもそう。前にももらったことあるのね。友達とか？友達っていうか、うん、なんていうのかな、とても可愛い子よ。今は会えなくなってしまったけど、
通しているかな、あの子。ヒーロー？そっか、また会えるといいね。そんなことよりさ、この肉すっごい美味しい。みんな早く食べなよ。早く食べないと私が全部食べちゃうよ。え？ちょっと食べ過ぎよ、なぎさ。だって黄色の料理うまいんだもん。ありがとう、なぎさちゃん。この先がどうなるかはわからない。でも今こうして私のことを見つめてくれる素敵な仲間がいる。それって本当に素敵なことよね。みんなありがとう。今日は本当に素敵な誕生日だったわ。